皆さんこんばんは、笠井美久です。本日は陣中を短くしていきたいと思います。ただでさえ実年齢プラス15ほど上に見られる笠井美久、今回は陣中短縮メイクをして15歳ぐらいになろうと思います。それではスタート。ステップ1、下唇の上半分、上唇の真ん中、そして口角にリップを乗せていくよ。こんな感じ。指でぼかしていくと馴染みやすいらしい。これで大丈夫なのだろうか。ステップ2、アイブロウを使って唇の上、鼻の下に影を描いていくらしい。メイクを普段しない君たちわかるかな、化粧するときってね、口を開けちゃうんです。なのでね、彼女とかが例えば口開けてても、お前口開いてるよとか言うとね、マジでぶんな、ヒゲ、そんなヒゲぐらい誰だって生えますよ。ぼかしていくことでいい感じの影に、少しヒゲの濃い21歳が出来上がったよ。めっちゃ濃くなった。次に上唇をコンシーラーで明るくしていくらしい。きっと影との対比でぷっくり見えるんじゃないかな。きっとこれが終わる頃には完璧な陣中短縮。見てすごい顔。不安しかないんだけど。最後にぼかしていくよ。そんなぼかすだけで簡単に唇ができるわけないじゃないか。笠井美久もそう思っていた。少しヒゲの濃い上唇がぷっくりした女が出来上がった。上唇がこんなにナチュラルに膨らむとは思ってなくって、画面上で見る分にはね、少しヒゲが濃いことぐらいしか気にならないんですよね。正直感動しました。この時結構長いの気になってたので、陣中がね、すごくない？これちょっと上唇の上、白い輪郭があるじゃないですか。これ作り上げたやつなんですよ、多分ね。すごいなと思って。で、ちょっと画面明るくするとね、全然わかんないです。ちょっとヒゲが濃いことぐらいしかわかんない。うわということで、本日もご視聴ありがとうございました。